毎日新しいことしてるけどうまくいきません毎日新しいことをしているから。お、それでいいかな。やっぱ車が断然増えましたよね。やっぱコロナが落ち着いてきたからかわからないけど、なんか本当に自制中ってすごい静かで、うちの周りすごい繁華街なんですけど、橋本さんおはようございます。樹慶さんおはようございます。でもいつ雨がやん、なんていうの、いっぱい降ってくるかわかんないから、今始めてるそうね、東京も昨日は人が出てるように感じた。本当にそう、もう終わりコロナが泣いてると朝出ていいよって感じますやっぱり雨降って、雨たくさん降ってとても泣かないんですよね。ここまで歩いてくるのが今日はベストかなと思って、でもすごいよく寝れて楽になりました。今日は本当はセイラっていう私の友達のピアニストから言われた明日への手紙っていう手島葵さんの曲がすごい頭の中に流れてるんですけどやっぱまだ言葉にならないんですよね。すごい、この今私が歌っている歌たちっていうのは自分の中で噛み砕く、インナーボイスするのがすっごい時間がかかって、いっぱいいっぱい泣いて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 歌わないと、結局自分のフィルターをきれいに通ることができないんですよ。でフィルターっていうのは毎日掃除してて、自分の中になんか不純物が不純物があったりすると、なんかどうもうまく素直に歌えなくて、素直に歌えないと言葉にしたくないから、そう。でもさっき思ったことがありまして、言葉にならないんだったら言葉を使わないで歌えばいいじゃんって思った。だからメロディーだけ明日への手紙歌います。皆さんはで歌える歌詞だけ歌います。皆さんはぜひね、後で検索して聴いてみてください。まあ、セイラが私に歌ってって言った意味がわかるなって思う。その、本当にセイラありがとう。島葵さんの明日への手紙。
ずくよ。はい、私は傘を持ってきませんでしたので帰ります。今日はよいしょ、皆さん今日はね、2時だ、2時だよね、2時からギノワンシティ FM でてるきなさんの、あ、雨止んでんじゃんね、よかった、でももう少しお散歩しようかな。木の下にいたからできなかったんだ。お散歩しようって言っても雨ザーって降ってくるかもしれないからやっぱ帰ろうかな。そのてるきなさんのギノワンシティ FM でゲスト出演します。ぜひ皆さんライブ配信で見てください。今日は短めになりますけれども、今日も一日元気でいられるように体力を温存して生活してまいります。5月の16日5時30分からジャズピアニストの桜井萌さんと一緒にまたオンラインコンサートやります。ぜひ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 たくさんの人に聞いていただきたいと思ってますので、シェアをよろしくお願いします。ソネタエコのアーティストページにいいねしていただけますけど、いいねしていただけますと、なんだっけ、いいねしていただくと聞けます。今日は手島葵さんの明日への手紙、あだけで歌いました。もう多分なんていうの、一番初め元気でいますかっていうところから始まるんだけどね、元気って聞いてくれたんだよね、セイラは。だから元気じゃないけど元気です。まだね、この元気でいますかっていうのを言葉に乗せた瞬間に涙出そうになるね。もう少し自分の中でインナーボイスしてやってきます。っていうかね、蚊に刺されるでかゆい。明日から蚊取りスプレーを持ってきます。じゃあちょっと雨、今日はちょっと雨ですよね、沖縄の皆さん。今日は野原さん、橋本さん、ジケイさん、中村さん、原さん、谷本さん、ひろみさん、もときさん、ありがとうございました。短めになりましたけれども、雨に濡れないうちに帰ります。じゃあ今日も2時から FM ギノワンシティ FM 見てね。失礼します。